今日は僕が主役です見てください、この観覧車。見覚えある人はいると思うんです。4年前です、ここに来ました、うん、淡路島でございます。ちょっとこの辺に動画載せておきましょう。はずい。いや、私たちの成長を見てもらいましょう。そうですね、それはありますね、載せておきます、はい、で、今回なんと言ってください。カイト君、31歳お誕生日おめでとうございます今回はですね、カイト君の31歳のお誕生日をお祝いしようということでですね、以前からずっと書いてあるの、言い続けてることがあって、めっちゃ気になってて、確かにコンピラさんを、ね、4年前登りに行ったんですよね。もうあの時はね、ほんま根性なしでしたよ。もう奥社まで行ってないですね。730何段ぐらいのところで終わりにして帰っちゃったんですね。なので今回はなんと誕生日ということで一番上まで行きましょう。リベンジマッチです。バン登って、バンうどん食って食べ歩きするんですよ、うん、しかも今日はエミさんが決めてくれた客室温泉宿っていうのがあるんで、はい、僕は予約は取ったんですけど中身は分からないんで、ちょっとだいぶ楽しみなんで、はい、今日は丸1日半かな、うちの息子ひーくんがですねなんぼと歩く、しっかりと見てくれるっていうことで、これもひーくんからの誕生日プレゼントです。ええやつや、ほんまに気兼ねなく行きたいと思います。ちょっとこっからさ、見ようって言おうと思ったけど、見て、あいにく天気悪すぎで何にも見えへん。これほんまめっちゃ綺麗な橋とか見えるんですよ、うん、全く見えない。ちょっとエンさん行きましょう。ほら見て、これ本来さ絶対さいい景色やと思うんやん、これ残念。残念やな、まあ、これもいい思い出ということで。そうですね、ほんまはこれがめっちゃ見えるんですよ。あ、ほんまや、こんなんなんねんの。見てこれ、見えやんやんねんて。これライトアップ。それでも夜やけどね。この間見たよね。そうそう、この間は普通に綺麗やったね、うん、とりあえずでも私腹減ったんで、はい、もう先まず食いに行きません。もう決まってるんです。あ、もうルートも全部決めてくれるんですか。はい、次行くお店も決まってるんで、はい、ちょっと我慢してもらっていいですか。次どこ行くんですか。うどんです。香川って言えば、ね、ドゥンです。ドゥン香川で言えば、ね、ドゥンです。ドゥン行きますか。ドゥーンって行く。うわ、この間はバカ1台行ったじゃないですか、4年前。はいはい、はい、今回はどこ行くんですか。バカ1台行きますこれね、バカ野郎どもやな。めっちゃ美味しかったよね。いや、めっちゃくちゃうまい。あそこのもうバター釜揚げみたいな、だからやっぱなんていうんかな、違うとこっていうよりもめったに来ないんやったらやっぱ美味しいと思った若さ一大さんに行きたい。もう一回、うん、でコンピラさん登って、もうコンピラさんコンプリートをしたいと思います。ほんでそこからまた食べ歩きして、はい、で宿行って客室露天風呂3回ぐらい入って、うん、え、今日死ぬんじゃん。贅沢すぎ。ダウンロードある困ってるからダメですよ。はい、やってきました、バカ1台。うわーすごー、小にしような、うん、ここの小は中で、中が大で、大が特大やから。これが4年越しのバカ1台うわ絶対うまいやん。なんか知らない。ショーでもめっちゃ多い、十分すぎるぐらい多い。忘れてんだな、その感エネルギーつけたらコンピラさん行くで、コンピラさん奥者行くで、うん、OK か。参道着きましたから、今からもう爆食べ歩きしていきますよ。ちょっとまだうどん残ってる。いやいや、そんなもう関係ないっすよ。この2日間は死ぬほど食べて、あさってからダイエットですよ。もうダイエットするしかないっすよ、こんな。じゃあ行きましょうか。あ、手相どうです。手相がない、うん、全然ここがなくてもよくないここでしか食べれないものとかいいよね。そうやね、学生がね多いんですよ、やっぱり。確かに確かに。修学旅行かな、か遠足、ね、あと10円、10円も食べたい。10円のやつ。10円って何ですか。10円ソフトのやつ。じゃあ10円何、はい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 、なんかチーズのやつ欲しいと思ったら全部言ってください。行こうと思ってるんですけどね、まだ登ってもないのに。登ったらさ、体温あったかくなるから、まず冷ましてから登るスタイルで行くっていう。うん、どう。おいしい。抹茶とオイル一緒に食べなあかんやん抹茶オイルやねんから。あ、いい、一本か杖貸してくれ、杖。この間借りひんだっけ、しかも借りなかったっけ
もう一段目から始まりますよ、コンピラの旅が。なんか飲み物持たずいていきます。どっちで売ってるでしょ、さすがに。記念すべき第一歩を取ってもらっていいですか、僕の誕生日なんで。忘れてました。いってらっしゃい。なんでやねん。エビさん今日飛ばしますね。まだ100段ぐらいしか登ってない。すいません、歯の治療中ですけど。先生奥で食べます。先生怒られますよ。え、どういうこと。硬くて。まだこれ割れるんじゃん。ちょっと待ってください。硬いですよね。100段目はい、90、99、100。あ、あった10円パン食べたかった。これを待ってたんですよ。ゲッツ。めっちゃ熱い焼きたてやから。チーズ、ね、でチーズ。でこれ上下逆っていう、10円と白逆や。え、ちゃうあの伸びへんじゃん。まだ来たやん、真っ暗。 OK、 あぐらい。え、あ、来てる。あれ、そんないらんねんけど。あ、おめでとう。あ、うん、ノックマーでよ。うん、ブローが飲みもいる。もう決まるわ。うまどうやらこっからが本番らしいね。ここまで前座ですよ。見てください、ほら、なんかこっからスタートしますよみたいな。300段ぐらいかな今で。おめでとう。行くぞ、31の壁。登れへんだろ、俺もう30で停滞しとくわ。いいやん、じゃあ登らん方が。いや、年いくほど人は美しくなるんですよ。そうですよね。行ってくるわ。さっきしんどいって言ってたくせに。上まで走って、上まで走って。いや、もう今詰まってたから無理。ちゃんと捉えたから。もう年齢的に多分もう足上がらない。到着半分かな。ここ取ったやな、4年前。でもやっぱりこもってるな。そうやな、もう汗びしょびしょやけど、周りの人も全員ぜいぜい歯入ってる。黒いがあったもん。ゼハゼハいと。この間はここで折れましたが、今日は31になるんで、31の試練やと思うんでね、これは。今 30.5 歳なんで、いきます。ここからが未知の領域ですよ。そうですね、一度も踏み入ったことのない。行ったよ、この聖域に踏み入れますか。一礼してください。これから登りますって登らせてください。もうでも1000段ぐらい来たんじゃ。奥社ってさ、うん、ほとんど階段が少なくてさ、このフラットなやつが多いからさ、これを1段って数えられると結構ちょっとだいぶあると思う。距離が結構ある気がすんねんな。せやな、こういうの欲しい。これ美味しい、うん、美味しいぞ。なんか進んだ感じする。そうもう終わりっぽいっすよ。もうハンカチ王子足りないっすよこれ。大きめのハンカチ王子じゃないよこれ。全然足らないっすよ。あっつ、もう終わりっぽいよほんまに。皆さんもやばい、ブリブリになってますよ。到着。はい、今これで、はい、終わり。3300。あ、あれもあんのかな。せっかく来たし、願い事でもしておきますか。上がってきちゃいました。すー。幸先のようにスタートを切れるのか。はい。いただきます。はい、小吉っぽいっすね。ぽいよね。なんかもう小吉顔してるもんね。なくなります。これ1円チャレンジだそうね。そうです。言ったら31歳になれる。1円、いや逆にするわやっぱり、うん、これでいくわやっぱり。
はい、31歳です。ありがとうございます。すごいこの人。いや、ルール合ってるか分かんないですけど、あれです、口です。これがなんか有名な橋らしい。偉い人が通るんやろ。天皇陛下、ヒカキン。もう偉い人全部ヒカキンやん。ヒカキンは成人やねん。これ有名らしいんで、うん、最後に食べます。旅館まで食べていきますよ。食べ歩きですか。食べ歩き、ガチ最後の食べ歩き。でコロッケはもう売り切れてました、有名すぎて。そうね。でラスト1個のメンチカツ、はい、ぐっしりや。うまっ。しょう、美味しそうに食べてる。ちょっと待って、マジでうまい。あ、それ本気のやつや。わかんないです。うまっ。お前食べてわ。もうないや、意味ある。何やってよ、旅館行こうな、うん、さあ宿に到着しましたということで、エリさん、とてつもない宿を取ってくれましたね。とんでもない、すごいですね。博物館というか美術館みたいな。これなんかあれや、ホームページでさ見てこれ、うん、そうそうそう、有名やったらなんかこれがめちゃくちゃ広いで、はい、どこが自分の部屋かわからんねん。ここでございます。ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。あ、もうなんか入った感じちょっと広いですね。いいでしょう、好きやん、こういうとこ。今回ももちろんですが、露天風呂を用意しております。ありがとうございます。えぐー。もうお部屋こんだけなんですけど、まあね、確かに紹介するまでもないけど、力入れさせてもらったのはこちら、ここですね。ここに全てを注ぎましたよね。ダダーン。え、そうでしょ、この段差でちょっとね、足いった人いますね今。ちょっと今日ちょっとコンピラさんで、ね、足をねだいぶ使ったんで足がね上がらないんですよ。気をつけてくださいね。あなた、うわーすごー。振ったところがめっちゃ痛い。夕食がね19時なんで結構時間がないんで、先風呂入って夕食食べて風呂入って朝風呂入るでしょ。どうせこういう鏡すごい。え、 L 字や。お前もうなんかどこに誰が何か、あ、やばい、めっちゃいる、めっちゃ自分いる。おそうやろ、そうやろ、無限に自分がいる、すごい。え、お風呂取る？ダメ。じゃあ次夕食まで。はい、はい、ということで夕食まで、バイバーイ。ハッピーバースデーカイドン31歳。本日おめでとうございます。31歳になりました、はい、私でございます。30代、走りかけたばっかりですが、30代はもっと極めたいと思います。ということでありがとうございました。お疲れ様です。乾杯。お口直しのビールというピールパック。ドライね、すごいね、美味しそうだね。もうね、このチューユーバコンいったのかなんて絶対うまいやん。入る前にな、吸ってんねんけど。でも待ってって、もう疑惑や、疑惑、疑惑、疑惑。よかったね、30歳。かわいいね、みさん。近い。食べてください。私は、あの、あれしますわ。マグロ。マグロ。かわいいね、みさん。マグロいきますよ。近い。はい、いただきまーす。溶けた。今日はですね、ゆいさんがお酒を付き合ってくれるということで、何ですか、それは。青リンゴ酎ハイ。私はハイボールです。乾杯。まっ、あ、もう火が消えちゃった。じゃあもうこれいけるよ、うん、いける。このコンピラ牛、コンピラ牛いただきます。コンピラ牛いただきます。
きんぴらなりする鯛飯でございます。本当は食べに行ったかったな。そう、これもエミさん計画してたって言ってたんですけれども、なんとね、鯛が有名な愛媛なんですね。ちょっとね、愛媛まで行けなかった。ちょっと愛媛まで行くっていう、しかも有名なその鯛があるところって言ったらプラス1時間半ぐらいかかるんで、まあ旅館のね、鯛飯というか。いただきます。デザートでございます。もう今日やばい、吐くぐらいか、昼ぐらい言ってる。それは言ってない、ガリガリやから食べた方がええって。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。もうね、あなたお風呂2回目でございます。今日2時間は入ったじゃん。やばいよな、ずっと入ってたよな。飯終わってからずっと入ってたもんな。やばい、もうまず言いすぎやんた、大げさやですよ。全然太ってないですからね。お腹出してくるんです、この人。もうね、お風呂入って、うん、もう時間も時間がね、もう12時回ってるんで、一緒に寝よう。はい、はい、バイバーイ。一望できますね。あれ橋やん。そうです。やっぱ黄砂まだ飛んどんすね、これ。もうあとダンちゃんとアリアちゃんとまっすぐお家に帰るだけになりますが、カイトさん、きっちりな今日も。これでなんか生きるのダサいな。ダサいな。なんかおばちゃん、これで生きるのダサいな。おばちゃん、本来だったらちょっとかっこいいけどさ、ね、一応締めたいと思うんですが、はい、31歳になります。はい、お誕生日の今日は旅となりました。ありがとうございます。はい、じゃ最後にね、31歳から32歳に向けてどういった前進の仕方をしたいと思いますか。やはり私、我がのカイトはもっと我がのエミを幸せにしたい。来年の32歳の時はそれをもう言わんでいいように、うん、幸せいっぱいって言えるようにしろ、うん、言ってるけど、うん、でもう一個の大事なことあるねんか。はい、誕生日ケーキ買ってもらってんか、旅館にいますね。やったな、やった。お腹いっぱいすぎて忘れた。ほら、なんちゃん、なんちゃん、帰ろう。帰しました。5時間かかりました、渋滞してて。はーい、なんちゃん、なんちゃん、はい、どうもー、はるくん。ええ、じめんちゃん言ってるね。よいしょー、よいしょー、なんちゃー。はい、ただいま。ただいま。あー、嬉しい。ぐるぐる言ってる。よかったな。はい、あんたちっちゃいのー。よいしょー。大きくなってる、これ。よいしょー。よいしょー、持てーよ。はい、でー。よいしょー。おいしいっしょ。相変わらず散歩かけたりしてます。アンテナあるお兄ちゃんからね。お兄ちゃんからね。はい、じゃあ。はい、やるんだれたね。髪や、あんたら。飲んだるやろ。